はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、肩関節の仕組みと、それに対する具体的なアプローチについてですね、解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この肩関節、リハビリ、作業療法の方ですね、実は扱うことが大変多い、箇所でもありますので、いろいろそういった観点からお手伝いできることが多いかと思います。ぜひ、参考にしていただけると幸いです。では早速なんですが、まずは肩関節の仕組みについてなんですが、スライドの方をご覧になっていただきたいんですが、肩関節、正式には肩甲上腕関節というのが名称になります。腕と肩甲骨をつなぐ関節というふうになります。ただし広い意味では肩関節、この鎖骨ですとか胸骨、それから胸郭というところも含む、ここもですね、含めた複合体の関節という実は言い方もされます。スライドのオレンジ色の矢印のところが全部肩関節という言い方も構造上はできます。で、全ての関節の中でも特にこう大きくですね、自由に動かすことができるということが、できる反面ですね、その周囲に多くの筋肉や靭帯が存在をしていて、中でも腱板と呼ばれるですね、小さな筋群の集まりが肩関節の動きの補強ですとか安定をしているという特性があります。で、正式にはこれを回旋筋腱板、ローテーターカフなんて言い方をするんですが、棘上筋、直下筋、それから小円筋、肩甲下筋という4つの筋肉から成り立ってます。でこういうふうな形の肩関節構造になってるんですが、筋肉のバランスの崩れがですね、一方で原因になって、肩に障害が生じやすいという特性も実はあります。例えばタックルですか、交通事故なんかのこう強い外傷であったり、姿勢の崩れも原因になってきますし、あとはリハビリで扱うことがある脳血管障害、脳梗塞とか脳出血というところの肩麻痺というところですね、制限や痛みが現れて、特に脱臼が現れやすいというのが肩関節の特徴になってきます。でさらにこう動きが制限されると、胸の筋肉、大胸筋や小胸筋という筋肉があるんですが、ここもですね、動きが制限されてしまって、ここが硬くなってこう猫背を引き起こしてしまって、その下の胸郭というところは制限を受けてしまって、例えば息切れなんかの悪影響が出てくるということがありますので、注意が必要です。で、肩関節の障害ですと、まずはやっぱり肩こりがあります。正式にはこれを経験腕症候群というふうに言うんですが、それから、例えばオーバーヘッドスポーツ、例えば野球ですとかテニスとかバドミントン、バレーボール、水泳なんかによる によるスポーツでの、可用使いすぎであったり、その腱板を損傷してしまうということ、あるいは上腕骨という腕の骨を骨折してしまうことでも肩の障害が現れるということがありますので、ぜひこのあたり参考にしていただけると幸いです。ではここからは肩関節改善に向けたストレッチやエクササイズと、暮らしの中で実践できるポイントについて解説をさせていただきますので、こちらもぜひ参考にしていただけると幸いです。まずはストレッチやエクササイズになるんですが、今回大きく2つ紹介させていただきます。1つは肩甲挙筋という肩の筋肉のリリースというふうになります。で、これは肩の上にこう指を立ててですね、軽く押さえて、この首をこの押さえてるで反対側にこうぐ斜め下を見るようにですね、こうぐーっと痛みがない範囲で伸ばしていくという、こういうストレッチリリースというふうになります。もう一つは僧帽筋という背中の、筋肉、正確に僧帽筋、上部繊維、中部繊維のリリースということで、両手を組んでこう肩幅に開いて立ってから、背中をこうぐーっと丸めながら腕を前の方にぐーっと伸ばしていく。で、ここにこうボールがあるようなイメージで、こう肩甲骨をぐーっと左右に開くようなイメージでこうストレッチリリースをしていただければいいかと思います。ただ注意点としては、一応スライドの方には秒数や回数を載せさせていただいたんですが、これあくまで目安ですので、疲れが残らないというので休憩を挟みながらぜひ行ってください。それから痛みのない範囲で無理なく安全にぜひ行ってください。で、さらに暮らしの中で実践できるポイントというのも実は2つありまして、まずは気持ちいいと思える程度の軽い刺激で積極的にこう腕を動かして、その動きを高めるということが重要になってきます。その際ですね、腕を介して肩関節と連動する肩甲骨の動きを引き出すというところが大きなポイントになります。で、これを専門的には肩甲上腕リズムというふうに言うんですが、これをこう意識して動かすということが大事なポイントになってきます。で、
この肩甲骨、姿勢を調整するという実は役割もありますので、そこまで意識して、例えば手先のつながりですとか、姿勢やフォームとの、いわゆる体幹部との関係というのもですね、ぜひ意識していただいて、動かす。いわゆる手だけで動かすのではなくて、体全体、肩甲骨から手の動きを含めて動かすというのがポイントになってきます。例えば、野球のピッチングですとか、テニスのテイクバックなんかもそうですし、それから水泳のクロールなんかでも実はこれ意識するということが大事なポイント。いわゆる手投げ、手打ちを避けるという動作になってきます。で、これ、スポーツだけではなくて、普段の暮らしでも、例えば、髪を洗う動作ですとか、上着を着たりこう脱いだりする動作、あるいは洗濯物を干すなという動作も基本同じ、生活上の動作でも同じになりますので、ぜひこのあたり参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。